宮本武史君。私は日本共産党を代表し、地方財政計画ほか2法案について質問いたします。異常な物価高騰のもと、賃金は上がらず、年金は減らされ、国民生活は極めて深刻です。この生活危機から住民の命と暮らしを守ることこそ、地方自治体の一番の仕事です。地方自治法は自治体の役割を住民の福祉の増進を図ることとしていますが、総務大臣はこのことをどう認識し、自治体に対する国の責任をどのようにお考えか、答弁を求めます。子育て支援に総力を挙げることは当然です。しかし岸田内閣は異次元の少子化対策などと言いながら、学校給食の無償化も子どもの医療費助成も実際に支えているのは自治体の支援であり、その財源は自治体の努力によっているのではありませんか。文部科学省は約4400億円あれば国の責任で小中学校の学校給食を無償にできると明らかにしました。憲法が定める義務教育無償の原則に立つならば当然の施策ではありませんか。答弁を求めます。合わせて高校大学までの無償化は国際条約上の責務です。全面無償化に踏み出すべきです。就学援助や高校大学の給付型奨学金の対象拡大も強く求めます。高すぎる国民健康保険料の引き下げ、子どもにまで認定税のように負担を求める均等割の仕組みの廃止は切実な課題です。子どもの医療費助成はすでに半数の自治体が高校卒業まで実施、中学卒業までの実施自治体は実に 95% に上ります。それにもかかわらず、国は子どもの医療費助成制度の助成の制度を作らないばかりか、子どもの医療費無料化を行う市町村に対して予算カットのペナルティーまで行っています。これが無駄遣いだというのでしょうか。異次元の少子化対策と言いながらペナルティーを残すなどありえません。直ちに国の制度を創設すべきではありませんか。安心して過ごせる保育環境の実現と保育料の無償化も緊急の課題です。厚労大臣は保育士の配置基準が OECD 諸国で最低水準であることを認めました。子どもたちの安心安全を確保し、現場の深刻な勤務実態を改めるため、直ちに配置基準を見直すべきではありませんか。保育料の無償化をどのように拡充するのですか。コロナ禍が続く下で医療の確保も切実な課題です。地域医療構想の名での急性期病床の削減計画はきっぱり中止すべきです。そして公立病院の統廃合と病床削減をやめることも強く求めます。今回の地方財政計画で最大の問題は、マイナンバーカードの推進のために国が自治体を手足のように使おうとしていることです。ある自治体ではすでに実現してきた保育料や給食費等の無償化を世帯全員がカードを取得していなければ受けられなくする方針を打ち出しました。マイナンバーカードで子どもたちを差別するのかと住民が立ち上がり、方針撤回を市に要請する署名が日増しに広がっています。総務大臣、政府がカードの普及率の引き上げを自治体に迫ったことが自治体と住民に大きな混乱を持ち込み、子育て支援策の後退さえ生み出しかねない結果になっていることへの自覚はありますか。総務省はカード推進を地方交付税の算定にまで関連させて自治体に迫ろうとしています。カード交付率上位を目指す際限のないカードの普及競争に自治体を駆り立てようとしています。地方の固有の財源を国の政策推進に利用するなどあってはならないことです。財源保障機能と財政調整機能という地方交付税の役割を根本から歪めるものであり、断じて許されません。
総務大臣の明確な答弁を求めて質問を終わります。総務大臣松本剛明君。宮本議員からのご質問にお答えをいたします。まず住民の福祉の増進についてご質問いただきました。地方自治体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、教育福祉など広く住民生活に身近な行政サービスを担い、住民の福祉の増進に大変重要な役割を果たしております。このような行政サービスを自治体が安定的に提供していけるよう、必要な一般財源総額を適切に確保することが重要と考えております。ご指摘の物価高騰への対応については、地方創生臨時交付金など自治体の自由度が高い形で生活者支援等の取り組みの支援が行われていますが、令和5年度の地方財政計画においては、学校や福祉施設等の光熱費高騰への対応として一般行政経費を700億円増額しているところです。今後とも自治体が地域の実情に応じて住民人数にきめ細やかに対応していくことができるよう、地方の声を伺いながら取り組んでまいります。次に、地方団体独自の子育て支援についてご質問いただきました。子育て支援策全体については国費による取り組みも進めておりますが、現在地方団体が実施している学校給食の無償化や子ども医療費助成については、子育て支援策の重要性に鑑み、各地方団体がさまざまな努力の上、地域の実情を踏まえ実施しているものと認識しております。次に、公立病院の統廃合と病床削減についてご質問いただきました。持続可能な地域医療提供体制を確保することは重要であると認識しております。そのため総務省では昨年3月に公立病院経営強化ガイドラインを策定し、機能分化連携強化など公立病院の経営強化を推進しています。今回のガイドラインはもとより、公立病院の統廃合と病床削減は前提としておりませんが、各地方自治体が地域の実情を踏まえて各公立病院の経営強化に主体的積極的に取り組んでいただくことが医療の確保に資するものと考えております。次に、マイナンバーカードの普及に向けた自治体への働きかけについてお尋ねがありました。マイナンバーカードは地方の DX の基盤となるツールであり、その普及促進は住民の方々の利便性向上と自治体職員の事務負担の軽減につながるものと考えております。カードを取得していない方に対して特定のサービスを停止するよう自治体に要請したことはございませんが、マイナンバーカードの普及促進にあたって自治体が個別にどのような政策を展開するかについては、各自治体において住民のご意見や議会での議論などを踏まえ、十分ご検討の上ご判断いただきたいと考えております。最後に、マイナンバーカード交付率の普通交付税の算定への反映についてご質問いただきました。地方交付税は標準的な行政サービスを住民に提供するために、必要な財源を全国の各地方団体に保障する役割を有しております。また地方団体にはカードを利活用した住民サービス向上のための地域のデジタル化にかかる財政需要が存在しており、こうした財政需要を的確に普通交付税の算定に反映する観点からカードの交付率を用いるものです。したがって、地方団体の標準的な行政サービスを住民に提供するために必要な財源を保障するという地方交付税の役割に沿うものであり、地方交付税の役割を歪めるものではありません。文部科学大臣永岡桂子君。宮本議員にお答え申し上げます。まず、学校給食の無償化についてお尋ねがありました。児童生徒の学校給食費については、経済状況が厳しい保護者に対して生活保護による教育扶助や就学援助を通じまして支援をしているところです。
学校給食費の無償化については学校の設置者と保護者との協力により学校給食が円滑に実施されることが期待されるとの学校給食法の立法趣旨を踏まえ設置者である自治体において適切にご判断いただくものと考えます。次に次に高校大学までの無償化についてお尋ねがありました。我が国においては国際人権規約で定められている通り無償教育に全身的に取り組んでおります。その上で教育費の負担軽減策として義務教育段階における就学援助制度、高校就学支援金による授業料支援、授業料以外の教育費を支援する高校生等就学給付金制度、また令和2年度から低所得者世帯の学生等を対象とした高等教育の就学支援新制度を実施をしております。さらに令和6年度からはこの就学支援新制度について多子世帯や理工農系の学生等の中間層への対象を拡大することとしており具体的な制度設計を進めております。今後とも教育にかかる経済的な負担軽減の取り組みを通じ教育の機会均等に努めてまいります。厚生労働大臣加藤勝信君。宮本武議員より3問の質問をいただきました。国保の保険料と子どもの医療費についてお尋ねがございました。国民健康保険制度においては保険給付費の5割を公費負担するなど他の制度より手厚く公費を投入しています。その上で国保の均等割保険料はすべての世帯員が等しく給付を受ける権利があるため子どもを含めた被保険者の人数に応じて一定のご負担をいただくことが基本であります。所得の低い世帯には一定の負担軽減を行うとともに本年度からは未就学時の均等割保険料を半額に軽減する等の措置を講じております。子どもの医療費助成については自治体独自の助成制度により自己負担のさらなる軽減が図られているものと承知をしています。国保の国庫負担金の減額調整措置については平成30年度以降未就学時までを対象とする医学費助成を対象外といたしました。減額調整措置についてさらに見直しをした上で子どもの医療費助成をすべて国の制度として実施することは自己負担の軽減により受診行動の変化も考えられ厳しい医療保険財政や助成内容等に地域差があることなどを勘案すると限られた財源の公平な配分などの観点から課題が多いものと考えております。保育士の配置基準と保育料の無償化についてお尋ねがありました。保育士の配置基準の国際比較について2月3日の衆議院予算委員会では他国と比べて配置基準が十分ではないという指摘は十分に受け止めなければならないが日本とは異なり諸外国の配置基準では必要な保育者は必ずしも有資格者に限定されていないため、単純な比較はできないことなどを答弁させていただきました。政府として保育士等の配置改善を図っていくことは重要な課題と考えておりこの間待機児童の解消に努めるとともに平成27年度から3歳児に対する職員の配置改善に取り組んでおり今後も取り組んでまいります。さらなる配置改善については引き続き安定的な財源の確保と合わせて検討が必要と考えております。また幼児教育保育の無償化については3歳から5歳の子どもについては広く国民が幼稚園や保育所などを利用しているのに対して0歳から2歳の子どもの保育所等の利用は約4割にとどまっていることなどを踏まえて3歳から5歳までは所得制限を設けず0歳から2歳までは住民税非課税世帯を対象として無償化しているものと承知をしております。これを踏まえた議論がなされているものと考えております。子ども政策担当大臣のもと子ども子育て政策として充実する内容を
3月末を目途に具体化し、6月の骨太方針までに将来的な子ども子育て予算倍増に向けた大枠を提示するものと承知しており、厚労省としても必要な連携協力を図ってまいります。地域医療構想についてお尋ねがございました。地域医療構想は中長期的な人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応じて病床機能の分化連携により質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指すものであり、病床の削減や統合配合ありきではありません。また新型コロナ対応を通じて明らかになった地域の医療機関の役割分担等にも対応するものであります。厚生労働省としては引き続き都道府県のご意見を伺いながら地域医療構想を着実に進めるとともに、今後高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる2040年頃を視野に入れつつ、新型コロナ禍で顕在化した課題を含め中長期的な課題について整理し、新たな地域医療構想の策定に向けた検討を進めてまいります。これにて質疑は終了いたしました。